こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。さあ、よくわかる上手の伝承、続けてまいります。今日は序章の2ですね。見てる方、ね、本持ってらっしゃいますよね。持っていらっしゃらないとわけわかんないですから、持ってらっしゃいます、序章の第2です。序章の第2の揺らぐ運動形態というね、限りなく鉄、まさに運動哲学的な、テーマになってますけど、ここの内容でございます。揺らぐ運動形態で、こう何回もね、同じ話繰り返していきますけど、もちろん運動学習とすれば一見のスポーツ体育と思われがちですけど、職人のね、手さばきとか、そういう体を動員した何やしかの成果を問う、これの伝承全部含めてですね、同じですから。これそれは勘違いしないようにしてください。同じ仕組み、人間的な普遍的な、人間における普遍的な仕組みが隠されてますから、それを紐解いてみようじゃないかというのが、金子哲学の一つ、ビッグチャレンジになってます。じゃあ今の世相で言うと 3D プリンターですよ。 3D プリンター、ね、あれがあるから職人なんかいらないじゃないか、ね、そういうことを言うと、 3D プリンター時代における職人経験値の構造解明みたいな、そういうことですよ。でいらないのか、ね、もう 3D プリンターがあればね、職人の手さばきなんかいらないのか。いや、そうじゃない。それは人間特有の、人間だからこそある、機械には代弁できないやっぱり文化であり、大切な財なんだ。そういうとこが、この意図するところだよということは、 あくまでもね、よくよく捉えておいていただきたいところであります。重ねますけどね。で、内容入りましょう。揺らぐ運動形態。揺らぐって何？まさに揺らぎこそ生命現象の本質ですよ。止まってないじゃないですか。常に動く、動いて変化するこそ生命。これが一番外せないところですね。生きるってそういうことだみたいな。運動なんか度外視して、生きるっていうのは常に揺らぎながら動きながら、もっと言うと回りながら生きるものだというようなこと。だから止まるイコール死だ、ね、そういう見方から来ますから、これ間違いなくそうですよね、それじゃあ、それを運動に、人の動きにまつわって見た時にはどういう現象があるのか、とそんなお話ですよね。この揺らぐ運動形態の3つのさらに部分にね、分かれてますけど、1つ目、静止している運動と動きつつある運動みたいな、この対象を持って見ていこうというのが第一でございます。静止している運動と動きつつある運動、じゃあ揺らぐというからね、そのままそれは動きつつある運動というふうに、こう点線で書きましたけど、こっちに引っ張ってもらう、ね、揺らぐ運動形態、それはまさに人間の動きだし、それは動きつつあること、生物であることは動きつつあること、ここのつながり分かりますね。逆に静止している運動、ね、これは動かない運動って何だみたいな、あるのか、ないんですよ。動かなきゃないんだけど、それが精密科学的運動論、これは金子先生こういう言葉を使ってらっしゃいますけどね、この解説この後につけるんです。あくまでこれまず対極に分けたいんですよ。静止している運動っていうのは生き物じゃないじゃないですかと、それは言うところの客観科学、まさに精密科学と言われるところの一つの立場ですよ。機械ですから、機械、生きてはいないですよね。でも動いている機械、機械、止まってない、動いている、でも生きてない、そういう立場と言ったら、こっちが定量なんですけどね、動きつつある、動きつつあるってまさに生命だ、生物だ。じゃあ生物って何って、これを、まあ、学術的な定義で言うと生物定義ありますよね。これはちょうど今コロナがありますから、その細菌とウイルスってどう違うんだみたいな、生物と無生物なのか、生きてるのか生きてないのか、生物なのか生物じゃないのか、こういう定義はまたこの議論の的になっておりますけど、学術的に言うと、まず自己増殖をすること、そしてエネルギー変換をすること、これ呼吸のことですね。エネルギー変換をすること、そして体内体外の区別があること、この3つの条件を満足するのを、いわゆる生物というような枠組みに入れてますよね。
そんな中で、動き、ね、揺らぐ動きっていうのは生きてるものの動きだし、生物がなすことですね。動きつつあるね、言ったら機械とぶつけてるだけなんですけど、運動学はこの世界、それを形態学的発、形態学的発生論という言葉でこうぶつけてます。バーンとぶつけてますよこれ、一つこれ気になること、これ個人的な試験ですけど、敵敵敵っていっぱい使うんですよこれ、的ね、敵敵敵、ここにも出てくるけど、あんまり僕これ好きじゃないですね。あの、怒られてもいいです、ね、先生方々に怒られてもいいです。敵敵敵ってこう便利ですけど逃げですよねこれ、それっぽい敵でしょこれ。だったら取ってもらって精密化学機械論でも十分で、形態学発生論で十分で、なんかね、敵敵ってそれっぽいっていう、これじゃあど学的ってことは違うことなんですか、それっぽいだけなんですかっていう曖昧さが残る、学術用語であんま僕敵を乱発するのは、それこそ不適切だなと、もう個人的に思ってますよね。まあまあ教科書の前の言葉で使うと、この対極性、機械対生物みたいな、この話ですよね。これアカデミックの世界で言うと定量対定性でしょ、定量対定性でしょ、ここの話で、この間にはこういう言葉を使ってますね。宿命的緊張関係、ね、お互い認めないっていう、だからこう、なかなか一体化、同じものを扱おうとするにしても定性的、客観的、機械的に見る、バイオメカニクスの世界と生物の丸まま、そのまま動きを見ていこうというものとは、なかなか相容れない宿命的緊張関係なるもので表現されています。まずここまで、ね、揺らぐっていうのは生物ですよ、生物のこっちに、立ち位置がある考え方、それに対局して、こういう動きつつあるに対して政治している、ね、この世界がありますよということ、ここの話したいんですけど、カウンターとしてこの話をまず出してます、ね、この話多いんですけどね、確かにいいですか。でこの次、ここ少し肉付けします、この、ね、2つの領域に対して肉付けします。ちょっと待ちよ、今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。